はい、どうもこんにちは。今日はね、WW3、ワールドウォー3やっていきます。で、このゲームね、やっぱりね、重いんだよね。めっちゃ重いんだ。だから、もう、設定めっちゃ下げることにした。で、今回ね、アドバンスクオリティが全部ローでやるから、今回はね、もう全部最低設定でプレイしていきます。最低設定だけど、なんだっけ。解像度は、フル HD。フル HD の最低設定で、今何もだ ?80 くらい出てんのか、これ。ああ。うわ、つか、デスクチャ下げるとやっぱこれひどい。つか、銃がね、銃がすげえひどいんだけど。何この銃。これ HK416 でしょ。なんか、このね、マテリアル感のなさ。なあ、これ、いつのゲームで、本当に。うわ、足だっさ。はははこれプレステじゃねえかも。このプレステのね、なんか FPS みたいになっちゃいましたね。下げすぎて。ひど。これ、こんだけ下げても80なんだ、FPS。マジか。まあそんなこんなでね、ちょっとさ、今回はね、あまりにもね、重いんで、このゲーム。最低設定でプレイしていきます。さあ、まずは、戦車。戦車にちょっと乗っていこうかな。木とかもね。まあ、木はまあいいか、別に。こんなんでも。なんか、銃のね、デスクチャが本当にひどいね。ダブダブ2なんだけど、なんかもう、普通にマッチングも早いしね。今なんかアクティブ数6000人ぐらいいるらしいですね。もうちょっと、この先どうなるかわかんないんだけど。まあ、ちょっとね、怖いよね。このペースだと。このペースだとなんか、かそるんじゃないかっていう、恐ろしいね。考えがあるとおかしいか。かそるかもしれないんで、ね、今のうちにプレイしていこうと思って。やってます。うわ、なんか、完全に別ゲーだよ。いや、もともとなんかキャラのモーションひどかったのもあって、なんかね、結構いつの時代のゲームだみたいなね。あんまりなんかやっぱ、デスクチャ下げてプレイするのおすすめできないな。なんかよくあれでね、カウンターストライクとかの試合に出る人って、もうグラフィックとか、もう本当にあれスポーツみたいな感覚でやってる人たちだから、グラフィックとかどうでもなくて、もう全部最低でやるみたいだね。なんか680の320だっけ、わからんけど、800、600だかわかんないけど、かなり、しかも43のね、比率で、やるらしいですね、彼らは。まあ、何だかわかんないけど。まあ、今どうなのかわかんないけどね。さあ、戦車でなんか倒したいね。さあ、敵はいないか。お、いたいたいた。はいはい、やっていく。おお、気持ちいい。気持ちいいね。まあ、こういう瞬間は楽しいよね。やっぱね、グラフィック割とどうでもよくなんで。まあ、案外なんか、ゲームやってる最中はそこまで気、いや、結構椅子とかもひどいな。この椅子。なんかで、ね、これ、確かアンリアルエンジンだよね。使ってんのは。あの、昔、ソルジャーオブフォーチューン2か。ソルジャーオブフォーチューン2っていうね、SOF2 っていうゲームやってたんだけど、なんかあれに似てるなと思って、確かにあれクエイク3エンジンか。違うかした。なんかあの、光の当て方とかが似てる。しかも、あれいつのゲームだ ?2003 年とかじゃない ?2003 年のゲーム。な、敵出てこないな。もうどうしようかな。もう降りちゃおうかな。戦闘がないとつまんねえんだよな。みんな降りてる。おお、これ敵？よし。かわしていく。おお、なんだなんだなんだ。あそこか。あれ敵じゃん。ちょっとあれ倒そうぜ。出てくれたら撃ちますぜ。撃っていく。お、倒した。ビークルデストレイ。お、まだいるの？奥に？あ、これか。ビークルデストレイ。あ、また倒した。さて、じゃあ。うわぁ、なんか。やべ、なんかね、あの、戦闘の起きてない、この移動中すげえ気になる、このクソグラフィック。はは。あ、つか、なんかあれだね、今、おーっと目の前の敵倒していく。一人じゃない。まだいる。あ、見えた。さあ、もう一人。三人目はいないかな？いないっすね。なんか、打ち合いしてないときはやっぱ気になりますね、このグラフィックは。なんか、FPS が今、
60ぐらいなんだけど、下がってきただんだん。これやってたら下がるのかな。やべ、後ろ後方にいますね。ちょっと一回もう駐車して逃げましょうか。ここどこだ。いや、屋内。これやべえな、これプレステだな、本当に。あ、降りれない。まあ、もう多分、ローでやることは今後ないと思います。これだったらね、バトルフィールド4やれよって話だよね、もう。あ、いるな。はい、一人。まだいる。二人、倒してグー。いや、この G38? あの HK416、使いやすい。まあ、AK15 とこれ使ったけど、こっちの方がすごい使いやすいんだよね。でもなんかサイト2個つけてんのいいね。やべ、逃した。やべ、多分後ろいるかな。いや、そう、いるよね。あー、ミスったな。だいたいいるんだよね。一人なわけがないんだよ。さあ、どうしよう。まあ、WW3 ね、今後どうなっていくのかなっていう感じはするよね。まあ、今んとこね、マッチングボタンを押したら、もう10秒以内にマッチングするんでね、それぐらい人がいるから、全然、こう、対戦相手には困んないんだけど、まあ、こういうゲームってね、結構かそるんだよね、なんでも。なんでもかそるね、もう。なんのゲーム、かそらないゲームないよね、まあ。PS4 に比べたらすごいかそりやすいから、なかなかね、もう出たうちにやっとかないとだね。まあ、かそらないっすよ。AAA のタイトルだったらかそんないかもしれないけど、インディーズタイトルの FPS って、だいたい人がいなくなってね、マッチングしなくなるんだよね。なんだろうな。最近マッチングしなくなってめっちゃなんか困ったのってあれかな？ゴーストリコンのワイルドランズやってたんだけど、あれのね、PVP モード結構好きだったのよ。で、実装された当時はもうめっちゃやってたんだよね。いて、後ろか。実装された当時すごいやってたんだけど、なんかちょっと間空いちゃったんだ。一回やめ、別のゲームやったりしてて。で、戻ってきたらもうね、マッチングしないぐらい人がいなくなってて、ゲームになんなかったね。もうそもそも、20分ぐらい放置しても絶対もうマッチングしないみたいなね、感じになっちゃって、まあアクティブプレイヤーもそもそも全然いなくて、もう成り立たないみたいなね、すごいちょっと残念な感じですね。そんなね、なんか、あそこ出してる CG とかだったらもう結構人数もいるし、すぐマッチングするのに、ゴーストリコンなとちょっとマッチングしないみたいなね。そんな感じですよね。あとはなんだ、なんか、やっぱ結構競技っぽい FPS、なんか CS 系あるじゃない？なんかブラックスクワットとかブラックショットとか、アイアンサイトとか、まあ、私がちょいちょい手出してやってないゲームって大体そうなんですけど、あれ大体やめる理由ってのがかそってマッチングしなくてやめるんだよね。あの辺もね、なんかね、流行ってくれりゃやるんだけどね。結局なんかマッチングを見えねえ。どこにいんの？やられた。一人やったけど。全然どこに行くかわからなかった。当倍サイトに設定しておけばよかったね。そんな感じですね。マッチングしない問題が、もう最近もう悩みの種です。PS4 もね、一応持ってんだけど、なんかもう、コントローラーで FPS するとちょっとストレス溜まるのと、あとね、ちょっと酔うんだよね。プレステ4がね、もう私に追いついてくれなくてって言ったらなんか変な感じになっちゃうんだけど。もうなんか自分のね、動きたい動きができないんだよ。マウスでなんかキュッ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 ってなんか左右を見たりとかもできないし、コントローラーと。そういうのはね、ちょっとストレスになっちゃって。PS4 であまりね、FPS はプレイしてないですね。まあ、これでもね、なんか、PS4 勢が私の周りには多いんでね、CG とかは持ってるんですけど、パソコン、なるべくはね、パソコンでやりたいっすね。てな感じで、もうなんか、もういいかな、これは。まあ最低設定で、WW3 やったら、こんな感じってのがね、伝わってくれりゃいいんで、まあ、結構軽いっちゃ軽いんだけど、もうね、しばらく経つとね、やっぱね、フレームが40ぐらいになるのよ。だんだんと。だからもうちょっと最適化待ちっていう感じですね。まあ多分面白くはなると思うんで、そこら辺期待してます。てな感じで今日はね、この辺で終わりたいと思います。じゃあ次の動画でお会いしましょう。